はい、どうも、キャッチミーの高雪です。というわけで、今日もフットボールマネージャー2021、京都サンガで J1 優勝を目指す、やっていきたいと思います。で、今日なんですけど、ついにタイトル通り、J1 の舞台にやってくることができました。まあ、2年目がスタートということで、選手の補強とかもしつつ、プレシーズンマッチもやりつつっていう状況で、まあ、2月12日、この天皇杯優勝したんで、スーパーカップからスタートするんですけれども、スーパーカップの直前まで持ってくることができました。で、まあ、今日は新しい選手っていうか、今シーズン2022年シーズンを戦う選手たちを発表していきたいなと思ってるんと、公式戦のスーパーカップをやっていけたらなと思っております。で、まあ今シーズンは J1 リーグと ACL、 そしてルヴァンカップもなぜかグループステージからのスタートということで、なんかめちゃくちゃ日程がすごいことになってるんよね。もう2月の19日の J リーグ開幕からミッドウィーク開催が確実にあるみたいな。3月とかね、カード水道カード水道ということで、もう中3日中2日の試合がめちゃくちゃ多い状況なので、まあ本当にチームをローテーションさせて全選手の力を使ってやっていかないといけない状況なんかなと思っております。で、まあこうやってバーッと見ていくとね、4月もものすごい数試合があるわけやし、5月もねいっぱいあるっていう状況なんで、もうちょっとね日程考えてほしかったなっていう状況はあるんですけれども、まあ文句を言っても仕方ないということで、早速選手の紹介をしていきたいなと思います。さあ、じゃあまずは背番号1番福島春樹選手ということで、まあ昨シーズンからねサンガに期限付き移籍でやってきてた選手やってんけれども、ゴールキーパーの選手層を高めたいということもあって、浦和から完全移籍で加入してもらうことになりました。まあ若原選手とか、まだもう一人ねサンガゴールキーパー補強したんですけれども、あとは清水選手とか、ここら辺がレギュラー争いになってくるんじゃないかなと思います。さあ次、背番号2見ていきたいと思います。さあ背番号2番飯田貴博選手ということで、まあ飯田選手はね契約更新するに値しかしないでしょうということで、まあ昨シーズン31試合リーグ戦には出てもらって9アシストと、まあこのフットボールマネージャーの世界ではまだ J リーグ初ゴールっていうところないんやけれども、現実の方ではねニアサイドをぶち抜くえげつないシュートも打ってるっていうのもあるので、 J1 で初ゴールを決めてほしいなと思っております。さあ次、背番号3、はい、背番号3番は新加入選手ということで、菊池龍穂選手を取ってきました。まあ昨シーズンの背番号3はね FC 東京からレンタルで加入してた木村選手やったんやけれども、まあレンタル期間を終了させて新しいセンターバック完全移籍で取っとこうということで、なんとね菊池選手ヴィッセル神戸から移籍リストに載せられてたっていうのもあって、結構安い値段で持ってこれたっていうのもあったんで、めちゃくちゃ良かったなと思うし、あとはまあ ACL とか海外のクラブと戦うっていうのもあるので、ジャンプ到達点が17、強靭さもあるっていう選手、日本人選手では珍しい形のセンターバックかなと思ったので、海外の選手に当たり負けしない日本人を取れたっていうのはでかいことかなと思います。じゃあ次、背番号4、はい、背番号4はもちろん松田天馬選手ということで、昨シーズン J2 リーグで39試合2ゴール11アシスト大活躍をしてくれた選手よね。やっぱり湘南ベルマーレの顔やった選手がね、サンガで2年目を迎えて1年で J1 に上げてきて、ここからどうなっていくのかっていうところ、注目が集まるかなと思います。さあ次が、はい、背番号5、黒木恭平選手ということで、黒木選手はねちょっとだいぶ能力が下振れてきてるっていうのもあるんやけれども、ベテランの味っていうのを出してほしいなっていうところと、攻撃にはそこまで絡んでないけれども守備の面でだいぶ絡んでくれてた選手っていう印象があったので、ここはもう1年更新してサンガの顔としてね頑張ってほしいなと思います。じゃあ次が背番号6、まあもちろん背番号6、本田裕樹選手ですね。ここもね本当に長いことサンガにいてくれてる選手っていう印象がある。まあセンターバックもできつつ左サイドバックもできるユーティリティなプレイヤーやね。体調のところ見てもらったらわかるんですけれども、腰の怪我で2から3ヶ月の離脱ということで、前半戦の方は出られへんと思うねんけれども、後半戦サンガのディフェンスをまた頑張って支えてくれたらなと思います。じゃあ次、背番号7見ていきましょう。背番号7は、はい、竹富康介選手ということで、まあ竹富選手はね、まあ29試合に出て14ゴール、2試合に1回転決めてるみたいなもんやもんね。
まあハットトリックとか複数得点とかもあったんで、そんな毎回毎回点決めてるっていう印象はなかったけれども、まあ J2 で14点決めてたら J1 でも決めれるでしょって思ったので、ここはもちろんの契約更新ということにさせていただきました。じゃあ次が背番号8。こちらもね、まあ予想通りの選手っていう感じだと思うけれども、荒木大吾選手ですね。まあ荒木選手もね、ここのフットボールマネージャーの世界ではめちゃくちゃ点を決めてる選手、33試合17ゴールということで、こちらも2試合に1回点を決めてるような得点ペースでゴールを決めてくれていたので、まあ J1 でもどんどんゴールを量産していってほしいなと思いますね。地味にね、決定力5しかないよね。5しかないのにこれだけ決めれるってすごいなと思ったもんね。さあ次、背番号9。はい、背番号9はやっぱりピーター・ウタカでしょうということで、ウタカさん今回は契約更新することができました。まあ少しねフォワードの部分とかもねもちろん補強したりしてるので、完全なスタメンかって言われたら微妙なところやろうけれども、出たら点を決めてくれるんじゃないかという期待感を込めて今シーズンも使っていきたいなと思います。次は背番号10なんですけれども、背番号10変更がありますと。はい、背番号10はエカニットパンヤ選手ということで、まあ庄司選手がね移籍しちゃって、今シーズンから背番号10が空いたということで、この選手を呼んできたんですけれども、なんとタイ代表で27試合9得点、でアンダー21の代表でも4試合1得点ということで、まあチョンブリー FC というところから完全移籍で加入してきて、本当はねこの選手取れなかったんですよ。サンダーランドっていうイングランドのチームが移籍オファーを出してて、ああもうこれ無理やな、俺も見てたんやけどなって思ってたら、イングランドでの就労許可が下りなくて移籍オファーが破談になったんですよね。でこの破談になった後に他のチームが移籍オファーをしてなかったっていうこともあって、一回移籍オファーしてみようと思ったら移籍オファーできたので、絶対取りたかったっていうのもあったんで、パン屋選手の言う通りの週休を払って契約金も払ってっていう状況で来てもらいました。初の J リーグ、そして ACL の舞台でどれだけ戦ってくれるのか、そこに期待がかかりますね。じゃあ次、背番号11。さあ背番号11、ブライアン・ブロビーということで、まあ昨シーズン途中から入ってきて、当時19歳とは思えないえげつないフィジカルとスピードからゴールを決めていたということで、まあ今シーズンももちろん契約更新、今回はね1年のシーズンを通してっていうのもあるので、 J1 リーグでどれだけの得点を決めてくれるのか、そこに注目が集まりますね。じゃあ次は背番号13見ていきたいと思います。13はまあもちろんこの人ですと。はい、背番号13、宮吉拓海選手ですね。まあ宮吉選手、サンガの顔と言っていいところの選手っていう感じなんやけど、まあフットボールマネージャーのね世界では結構厳しい評価がされてて、これ放出した方がいいんじゃないのみたいなことを言われてたんやけど、宮吉選手をそう簡単に出すわけにはいかないと。宮吉選手側が出ていきたいですって言ったら出すべきなんやろうなと思うんやけれども、背番号13を背負ってサンガの生え抜き選手としてねここまでやってきてくれてるので、まあ J1 の舞台久しぶりにね帰ってこれたっていうのもあったんで、宮吉選手契約更新させていただきました。じゃあ次は背番号14。はい、背番号14は中川博人選手ということで、松田選手ほどめちゃくちゃずっとスタメンで出てたってわけではないんやけれども、 J2 リーグで31試合に出場して8ゴール4アシスト、きっちりとアシストも決めてくるあたり、まあ昨シーズンはね J2 やったけれども、その前のシーズンまではね J1 で結果を残してたような選手なので、また活躍を見せてほしいなと思っております。じゃあ次が背番号16見ていきたいと思います。16は、はい、武田翔平選手ですね。きっちりとね途中から入ってきて試合を終わらせてたり、ゴールに向かう姿勢っていうのはあったっていうところもあって、一応契約は更新させてもらっております。でまあ他のチームから興味が来てて、浦和レッズからね移籍のオファーが届くんじゃないかっていう状況ではあるんやけれども、まあここね選手層とかも加味しつつどうするかは考えていきたいなと思っております。はい、じゃあ次背番号17見ていきたいと思います。はい、背番号17は荻原選手ということで、まあ間違いないよねって感じやね。でなんとね荻原選手ねアンダー23の代表に今選ばれてたんよね。なのでまあプレシーズンマッチとかあんまり出られてはないんやけれども、試合には出てたっていうのもあったので、今シーズン J1 リーグでどう戦っていってくれるのか期待やと思うし、アンダー23の方でどれだけの結果を残してくれるのか、そこにも期待が高まるかな。じゃあ次が背番号18見ていきたいと思います。背番号18新加入選手なんですよね。はい、背番号18は日野清光輝選手ということで、まあストーミルっていうポーランドのチームから完全移籍で獲得した日本人選手なんですけれども、
なんとこの選手ね、久美山高校出身の選手ということで、京都にゆかりのある選手なんですよね。まあなんかサンガといえば京都立花っていう印象もあったけれども、同じ京都の高校から海を渡った選手がまた J リーグの舞台で活躍してくれるんじゃないかと思うとワクワクが止まらないよね。ということで18番日野清幸輝選手、新加入選手でした。さあ次が背番号19、はい、背番号19は浅田選手ということで、まあ19試合1ゴールということで、昨シーズンねきっちりとセンターバックとして出てきてくれてた選手。まあ鎌田周りさぬきの J3 時代、そして京都サンガでの J2 時代を経験して初の J1 挑戦ということで、若きセンターバックに期待が集まりますって感じだね。じゃあ次が背番号20見ていきたいと思います。はい、背番号20は原照樹選手ということで、清水エスパルスから完全移籍で加入、新しい右サイドバックの候補やね。まあ右サイドバックの候補って言ったけれども、センターバックもできるし左サイドバックもできる、であわよくばボランチもできるっていう感じなので、ユーティリティプレイヤーとしての獲得を検討したって感じかな。多分出場機会はガンガンあると思うので、頑張ってサンガで活躍してほしいなと思います。じゃあ次が背番号21見ていきたいと思います。はい、背番号21は清水圭介選手ということで、ゴールキーパーの選手やね。まあリーグ戦での出場はね昨シーズンなかったものの、天皇杯の浦和戦でね唯一試合に出てきっちりと勝利を積み重ねてくれたところ、そこを評価しての契約更新って言ったらいいかな。じゃあ次が背番号22見ていきたいと思います。はい、背番号22は八千田選手ということで、まあシーズン途中でね横浜 F マリノスに行ったものの、期限付き移籍やったので戻ってきてくれたっていう感じだね。まあ本当にドリブルの能力も高いし、スピードとか加速力もあるので、そういうところ武器にして戦っていってほしいなと思うし、出場機会とかは全然ありそうなんやけれども、まあ毎回スタメンで出れるっていうわけではないので、期限付き移籍リストに入れて、まあ J2 とか J3 のチームでキープレイヤーとなれるようなクラブで活躍してくれてもいいんじゃないかなということで、リスト入りにはさせていただいております。じゃあ次が背番号23、ヨルディ・バイス選手ということで、まあバイスさん、宇高さん同様ね、サンガの名物外国人選手って言ったらいいんかな、そんな感じのノリの選手なので、もちろん契約更新。まあ昨シーズンもね24試合に出て6アシストということで、まあなんかゴールは決めれへんかったものの、アシスト6アシストしてるっていうのもあって、これはセットプレイでのキッカーがね多かったっていうのもあったので、まあ今シーズンは他の選手が蹴るっていうところも全然多いと思うので、バイス選手のヘディングからのゴールとかも見られるんじゃないかなと期待しております。さあ次が背番号24、はい、24番は川崎選手ということで、まあシーズン後半にね徐々に試合に絡んできてくれて、17試合1ゴール1アシスト、ここのねボランチの位置はねまだそんなにできてないっていう状況なんやけれども、センターハーフの選手としてね今シーズンも試合に絡んでくれるのかっていうところ注目やし、やっぱりこの圧倒的なパスセンスっていうところ、センターハーフとしての能力は本当に申し分ないと思うので、成長を積み重ねていってほしいなと思います。じゃあ次が背番号25、はい、背番号25は19歳中野啓太選手ということで、まあ昨シーズンねシーズン途中にサガン鳥栖に期限付き移籍するんやけれども、期限付き移籍先のサガン鳥栖で9試合に出場ということで、まあなんと J1 リーグでね一足先にデビューを放ってた選手なのね。 J2 の方でもねサンガ前半戦では1試合出てたっていうのもあって、今シーズンサンガでも出場機会あるんじゃないかなと思いながら期待しております。じゃあ次の選手見ていきたいと思います。背番号26、はい、背番号26は新加入選手ですね。セレッソ大阪から完全移籍でやってきてくれた新井直人選手ということで、まあこの選手もね移籍リストに入ってた選手っていうことで、本当に評価額の半分の価格くらいでゲットできたっていう選手なんですけれども、センターバックサイドバックできてボランチもできるで、センターバックの層もねそこまで厚いわけじゃなかったんで、ディフェンスラインを強固なものにさせようかなっていう気持ちが芽生えた移籍期間の活動かなと思っております。じゃあ次が背番号27見ていきたいと思います。背番号27は、はい、山田風紀選手ということで、まあサンガユースから上がってきて3年目の選手かな。まあトップ下とかストライカーの位置の選手なんですけれども、結構ねここは層が厚いということで、なかなか試合には絡めていないものの、決定力が13あってテクニックも高いということで期待をしている選手の一人なんですよね。じゃあ次は、はい、背番号28、勝島慎之介
選手ということで、まあ、この選手ね、めちゃくちゃサンガが好きな人やったら知ってる選手なんですけれども、サンガユース出身の選手ということで、今シーズンからトップチームに昇格ということにさせていただきました。まあ、18歳ということで、まあ、期待は高まってると思うし、決定力13、ファーストタッチも高い、ドリブルも12と、で潜在能力も星4あるということで、まあ、J1 リーグに上がってきても星4の潜在能力を発揮してきているあたり、本当に有望株なんじゃないかなと思っております。じゃあ次は背番号29なんですけれども、ここ新加入選手やね。はい、背番号29はゴールキーパー高岡選手ということで、まあ、横浜 F マリノスから完全移籍でやってきてくれたんですけれども、まあ、サガン鳥栖とかでもね活躍してた選手ということで、今シーズンからサンガにやってきてくれたんですけれども、まあ、実態はねバックアップになってるものの、リーグ戦での出場機会もあるんじゃないかなと思っております。むしろありまくりなんじゃないかなとも思っております。じゃあ次が背番号30、こちらも新加入選手なんですけれども、はい、ベトナムからグエン・クアン・ハイ選手ということで、まあグエン選手って呼びたいと思ってるんやけれども、なんとベトナム代表で41試合8得点かなり結果を残してる選手っていうことで、ちょっと気になったので取ってきました。でハノイ FC っていうねベトナムのチームから取ってきたんやけれども、やっぱり能力の割にはね安かったよね、移籍金が。さっきのパンヤ選手とかこのグエン選手とか、ベトナム人とかタイ人の選手って J リーグ提携国なんで外国人選手扱いにならないんですよね。なので本当に普通に日本人と同じ感じで試合に出れるので嬉しい限りなんじゃないかなと思っております。じゃあ次が背番号31。はい、背番号31もちろん福岡選手ということで、まあ昨シーズンもね24試合に出てくれて2アシスト、サンガの中盤を支えてくれた選手ということで、ここきっちりと契約更新したし、今シーズンはね初の J1 の舞台ということでブレイクしてほしいなと思ってる選手の一人やね。じゃあ次が背番号32。はい、高月選手ということで、まあ高月選手はねここ両サイドがめちゃくちゃできる選手ということで、まあ昨シーズンはね9試合のみやったんやけれども、年齢も重ねてきてスキルの能力も上がってきたっていうのもあるので、今シーズン試合に絡んでいけるかっていうところ注目やし、サイドバックウィングとね両方とも新加入選手も増えて難しい状況ではあるんやろうけれども、ミッドウィーク開催も多いのでチャンスを掴み取っていってほしいなと思っています。じゃあ次が背番号33やね。はい、背番号33は三沢選手ということで、まあ三沢選手ね本当に最初はどんな感じの選手なんやろなと思いながら使ってたんやけれども、結局30試合3ゴール2アシストとね本当に最初から最後まで活躍してくれた選手やね。ここのね両ウィングでの活躍もめちゃくちゃしてくれたし、センターハーフでも活躍してくれたしっていうことで、まさにユーティリティなプレイヤーっていうことで、今シーズンもね初の J1 の舞台で頑張っていってほしいなと思っています。じゃあ次が背番号34。はい、背番号34はもちろん若原選手ということでゴールキーパー。ただねちょっと体調のところね膝の靭帯損傷で2から3週の離脱をしてるっていうのもあって、まあ開幕戦は間に合わないと。でアンダー23の代表にも選ばれてたんやけれども、帰ってきてからの負傷やったので、ここはちょっと悲しい負傷やったかなっていうのがあったかな。で荻原選手と共にアンダー23に出てたっていうのもあったので、まあ荻原選手と若原選手、ここの2人は代表での結果も期待していきたいなと思っております。じゃあ次が背番号40、これが最後の選手になります。はい、背番号40は石田正俊選手ということで、いや K リーグでね結果を残して大活躍してる石田選手を期限付き移籍で獲得しました。まあ16年シーズン以来のサンガ復帰ということで、どうなるかわからないんですけれども、本当にスキルの面がねめちゃくちゃ高いよね。テクニック15、ドリブル14、パス13で、決定力と冷静さが11、14とね、ほんまにウィングとかストライカーで使ってったら得点を量産してくれるような選手やったので、これ本当はね完全移籍で取りたかってんけれども、期限付き移籍じゃないと出したくないって言われたので、ここを期限付き移籍にして買取オプション付きで取ってきたって感じだね。まあ K リーグの経験を生かしてここの J リーグの舞台、そして ACL ルヴァンカップの舞台でも戦っていってほしいなと思っております。というわけで、まあ全選手の紹介が終わったんですけれども、いやめっちゃ長くなった。これもう喋ってるん1時間くらい喋ってんねんけれども、まあ一人一人の選手をねこうやって紹介できてよかったかなと思うし、本当に新しい選手とか既存の選手とかこの辺の選手は全員ね思い入れのある選手っていうか、きっちりと取ってきて使おうって思った選手とかばっかなので、今シーズンの J1 リーグ本当に新生サンガとしてねめちゃくちゃ面白くなってきそうやね。じゃあ最後にね
ね、ここ鹿島アントラーズ対京都サンガの試合見ていってほしいなと思うので、ジャパニーズスーパーカップ公式戦最初の試合、そして新しいサンガの戦いを見ていってほしいなと思います。じゃあようやくですが鹿島アントラーズ戦を見ていってください。どうぞ。 J リーグ王者と天皇杯王者が戦うスーパーカップ京都サンガ FC 対鹿島アントラーズのハイライトです。まずはホーム鹿島アントラーズのスターティングラインナップ、フォーメーション 4-2-3-1、 ゴールキーパー大きい、ディフェンス右から広瀬、犬飼、町田、吉田、ミドフィルターセンターに2人、ファンアラーのトピとか、ウィング右が海域、左泉、トップ下に土井、フォワード1トップにエベラウド。21年シーズンの J リーグ王者として迎える公式戦ファーストマッチ、相手は J2、 そして天皇杯を制した京都サンガを迎えて戦います。続いてアウェー京都サンガ FC のスターティングラインナップ、フォーメーション 4-2-3-1、 ゴールキーパー福島、ディフェンス右から飯田、菊池、浅田、荻原、ミドフィルターセンターに2人、松田と福岡、ウィング右が日野清、左ブロビー、トップ下にパンヤ、フォワード1トップはピーター・ウタカ。21年シーズンは J2 リーグに在籍したものの、天皇杯ではリーグ戦の勢いそのまま勝ち上がり優勝。このスーパーカップの舞台で J1 王者鹿島アントラーズと戦います。前半4分サンガは左サイドのスローインからブロビーすらしてウタカ受けてラストパスに日野清がシュートを決まった。なんと日野清が京都サンガデビュー戦で初ゴール、流れるようなパスワークから強烈なシュートを決めて1対0、昨シーズン J1 王者から先制点を奪います。前半28分、鹿島はピトカから縦パス、土井がワンタッチでエベラウドとワンツーパスで抜け出してシュート。ここは福島セブ。前半30分、サンガ中盤の松田からブロビー一人剥がしてパスに豊がシュート。ここはキーパーセーブしクリア。前半35分、鹿島は吉田から前線にロングフィード、これがエベラウドに渡ってでシュート。ここはサンガディフェンスがブロック。前半42分、鹿島フリーキックのチャンス、泉はニアサイドを選択、ファンアラーノからもう一度泉に戻してシュート。ここも福島セーブ。後半3分、鹿島はピトカのフリーキック、シンプルに中に入れたボールに回帰のシュート。ここもサンガがクリア。後半37分、サンガはグエンから左サイドのブロビーがエリア深くまで入っていき、クロスボールにパンヤのシュート。これは枠の上。後半43分、鹿島はサンガからボールを奪うとショートカウンター、エベラウドが軽く運んでフィードを回帰に渡ってエリア内で倒されてホイッスル。そして PK の判定、これを蹴るのはエベラウド、冷静に助走からシュート。決まった。なんと残り5分切ったところで同点、試合を振り出しに戻します。後半47分、サンガは左サイドの荻原からブロビーにパス、もう一度荻原に戻して、さらに左サイドの2人でパスを回していき、最後はグエンのシュート。これは枠を外れます。後半48分、サンガフリーキックのチャンス、グエンの中へのフィードに菊池のヘッド。決まった。なんと後半のロスタイム、最後のワンプレーかと思われていたところで菊池の豪快なヘディングシュート、きっちりとゴールネットを揺らしてホイッスル。鹿島アントラーズと京都サンガの J リーグ王者と天皇杯王者の決戦は劇的な幕切れ、2対1で京都サンガが勝利、22年シーズン最初の公式戦を京都サンガが制する結果となりました。はい、というわけで天皇杯王者と J リーグ王者が戦うジャパニーズカップの、なんて言ったらいいんやろ、2022年シーズン最初の試合をきっちりとサンガが2対1で勝利ということで、まあ、前半の立ち上がり早々にねゴールを決めたシーン、本当にもう始まってすぐに点が決まったよね。しかも新加入選手の日野清選手のゴールということで、まあ、久美山高校からポーランドに行って日本に帰ってきて、サンガ初の試合で早速ゴールを決める、かなりすごいなと思ったし、でもこの日野清選手ね、ちょっと前半の最後に軽い怪我をしちゃったっぽくて、まあ、かばえば大丈夫っていう状況やってんけれども、無理はさせたくないということで荒木選手と交代。まあ、90分のシーンにねエベラウド選手に PK を決められて、ここはねちょっと悔しい PK やって、もうこれ絶対延長戦やんと思ってたら、94分、本当に最後の最後のプレー、フリーキックから菊池選手がフリーでヘディングシュートを叩き込んでくれて2対1、サンガが最初のこのエンペラーズカップを優勝することができました。まあ、本当にいいスタートを切れたなと思うし、 J1 リーグの王者の鹿島アントラーズに対して、まあ、ギリギリやったけれども2対1で勝利、結構サンガが優勢に戦ってたっていうのもあったし、まだ向こうのね鹿島アントラーズの方が本調子じゃないっていうのもあったんやろうけれども、ここ勝てたのはでかいことかなと思います。で鹿島の方もねめちゃくちゃ選手いい選手が多いもんね。名古屋グランパスから吉田豊選手がこっちに来てたりとか、高木俊之選手、セレッソ大阪の選手が出てたりとかね、いろいろあったし、ブラジル人選手たち、アーサー海池選手、レオシルバ選手、ディエゴピトカ選手、エベラウド選手、ここは本当に怖いなと思ったし、やっぱり変わってないところは変わってないんやなっていうところを見せつけられましたね。というわけでちょっと普通の画面に戻るんですけれども、でまあね
いつも通り最後の日程のところまでやってきたんですけれども、まあ今日はね、主に選手の紹介をしていって、最後 J1 リングが始まる前のスーパーカップの試合をお届けしていったんですけれども、次のパートはね、早くも J1 リーグをスタートさせたいなと思っております。で、鹿島アントラーズとの J1 リーグ開幕戦ホームでの試合やね。で、さらには ACL もスタートということで、チョンブクとの戦いっていうのもあって、ここアウェーマッチ ACL がスタートするっていうところもあるし、ここ3試合目は清水エスパルス戦、 J1 リーグでの初のアウェーマッチということで、3試合ずつバンバンやっていきたいなと思っております。もしかしたらルヴァンカップのグループステージの方は飛ばしちゃうかもしれないんですけれども、そこは試合の進み具合とかを見つつやっていきたいなと思います。じゃあ、というわけで、まあやっとね、 J1 リーグ優勝を目指すっていうね、タイトルの部分までやってこれたっていうのもあるので、次から J1 リーグ、そしてチャンピオンズリーグ、ルヴァンカップとね、いろんな試合あるけれども頑張っていきたいなと思います。今回はこれくらいで終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。